んな不思議な世界を想像。院長、あの女、救世主様。うるせえ。どう、その子、自分す、モンロ、モンロなんて暗闇でね。そうだ、しょ、早速行こう。救世主、もしせ、なんだ、私の、なんてかって、私の訓練した兵たちはみんな優秀でしょ。お嬢さん、そう、結果生きて、えん、こつけて前衛に出たが、まさか騎兵にぶつけられるとは。おや若者や、血が出ているよ。大丈夫、あんたを助けたのはついでだ。出血なら慣れている。変な人だけど助けてくれてありがとう。礼を言うよ。礼はいらない、愛のためだ。モンローちゃんにいい格好を見せられなかったのは残念だが。モンローとはわしのことじゃよ。よろしくの。ふざけるなよ。お前がモンローちゃんなわけないだろ。嘘つくんじゃねえぞ。アイリ、まさかこやつが新しい救世主じゃないだろうね。モンローおばあちゃん、彼に聞こえてしまいますわよ。嘘だ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 。救世主様、やめ、アバ、このゲン、コン、ハン、ツーシ、コン、ア、俺の、今日から贅沢、そして俺好み、騎兵、うん、通常、歩兵、アイリ、今の舞台と、モミジ、モミジ、そのか、も、ひ、うん、おいモミジ、まさか取り憑かれたってんじゃないだろうな。新たなバカが現れたか。こいつの体は俺様のものだ。あれ、そいつは俺の偉大なる夢に必要なんだよ。バカか、この俺様と交渉ができると思ってるのか。取引をしよう。あなたを騙すなんてとんでもない。そりゃそうだ、俺様を騙すことなど不可能。毎日クルミを食べて脳を活性化させているのだからな。なんかアホっぽいなこいつ。あんなところに美味しそうな饅頭が。何？フォギ、黄金の右パンチ。この野郎、よくも俺様を騙したな。誤解だよ誤解。俺はボディーランゲージを使って対話したかっただけなんだ。もうこのバカに時間を割いている暇はない。死ね。あれはなんだ。この俺様に二度も同じでは通じない。マジかよ、こんな巨大な化け物がいるのかよ。引
かん、悪魔化したモミジに構ってる暇はないぞ。このままだと全滅だ。俺より先に逃げるんじゃねえ。ここでは俺の命が一番尊いんだぞ。じゃあな少年、本当に死んでも死なないからな。え、マジで。人を2回騙した時、俺の頭の中に2つの声が聞こえてくる。一つは君は天才だと、そしてもう一つは君こそ神だと。さあ幻の爆災左クラッシャー。もみじを連れ戻し、さっ、僕の魔法は偉大なんだ。これはもみじはまだいつか。あのばあさん、もし来た、ちょ、なあ、昨日死ぬ、な、しかしこんさす。この国には英雄たちの力が必要だからね。やったー、これは大成功。やあマスター、ハジグリハラ。これは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 帰っちゃうの。やあマスター、最強の野犬タ俺。おお、次も頑張るからさ。磨き方が足りなかったかな。磨き方が足りなかったかな。次も磨き方が足りなかったかな。磨き方が足りなかったかな。なんだか疲れちゃったよ。
農家の最大の喜びは収穫の時さ。こんにちは指揮官。お腹の中にもエネルギーが格納されております。大事なのは自分を曲げないことです。君の望むものを召喚してみせましょう。これは、その…次も頑張るからさ。城の中にずっといる。射程内に入ったな。射程内に入ったな。この国には英雄たちの力が必要だからね。自分の力を信じましょう。農家の最大の喜びは収穫の時さ。こんにちは指揮官。僕の魔法は偉大なんだ。
あなたが来てから乙女はいざという時しか戦わないの。塔が壊れた時は一緒に修理してよね。指揮官、今度二人で語り合いましょう。体と体で。